無数の戦場をかけ、無数の別れを体験してきた私が背負ってるのは、数えきれないほどの希望と意志だ。指揮官も、すべてを背負っていく覚悟ができているのか。そうか。なら、命の果てまで一緒に歩もう。指揮官どうしました？表情を固くして。え？待って、チャベリンの心の準備はまだ。どうしようどうしよう。髪はちょっとボサボサだし、格好も普通だし。指揮官ちょっと待ってて、絶対に待っててね。これは少々困ったものですね。ご主人様を見守り、たまにはお困りのご様子を見ることができれば満足していましたというのに、こんな大切な契りを結んでいただけるなんて、もっとご主人様にご奉仕して、もっとご主人様からのお情けが欲しくなりますもの。光はまんべんなく注ぐものですけど、指揮官様にならもう少し差し上げますわ。だってイラストリアス、指揮官様からも大切なものをいただいちゃいますもの。安心して、今度こそどんなことがあっても生き延びて指揮官のもとに帰るのです。だって指揮官にはまた会いたいんですもの。そろそろ渡してくるかと思った。これから何でも教えて、ちゃんと世話焼いてあげるから。そんなに緊張したご様子ですとレディには心が伝わりませんよ、指揮官様。
ですが、あなた様の心ならちゃんと私に伝わりましたわ。フットは喜んでお受けいたします。って素直じゃないよね。はい、私の甘美なる鮮血を受け入れ、エロイの祝福を受けるよう準備しなさい。戦乱の彼方にあるのは、あのすべてを飲み込む光ではなく、お主の温かいぬくもりなら、今の世は、他に何も求めないよ。この日を待ちわびていましたわ。これからは誰であろうとも指揮官様と赤城を別れさせられないの。私のすべてが指揮官様のもの。指揮官様のものはすべて私のものよ。これがあんたの答え？どうしようかな。鈍感な指揮官様、もう何にも本気にならない昔の私じゃないのよ。私を変えたのは誰なのか忘れたのかしら。これを私に？ふん、強き者は惹かれ合う運命か。それなら運命と自分の本能に従わせてもらおうか。様、これを私に？
足が遅くて短所もいっぱいある私を嫌いにならなくて、しかもよくしてくれて、私も殿様が大好き。あら、指揮官に捕まったわ。むしろ指揮官がついに捕まったのかな。もう逃がさないわよ。指揮官殿に認められたか。この件、これからそなたのためだけに振ろう。これからもよろしく頼む。結婚？何それ。じゃあ、これからいつでも指揮官に頭をなでなでしてもらえて、ヘマしても怒られない、美味しいものをいっぱい食べさせてくれるってこと？するする！心からの願いなんだから、この雪風様がありがたく承諾してあげるのだ。特別に雪風様をお姫様抱っこしてもいいのだぞ。さあ、何を戸惑っているのだ。千載一遇のチャンスなのだぞ。